その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがそぶで、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。おやさん、クソ、どうして。うん、何なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、わかった。俺らも行くからよ。ちょうど呼び行こうと思ってたとこ。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はん、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。やってやるぜ。私の番ですね。やるんか。なんや、よし、行くぞ。私が行く。やるのか。ド派手にぶちかませ。やるか。
方だったぜ。また強くなっちまったか。おい、ああ、おう。今のうちだ。どうするか。絶対負けない。はい、やってみんか。やってやるか。何しに来たんや。クメに用があって来たんだ。あいつはどこだ。うん、知るか、くたばれやボケ。クメはどこだって聞いてんだ。早く答えろや。こら、ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信がある。根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。
クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊り、この間選挙官に押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うでな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんもわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川正人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はない。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられない人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って。なんだお前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。なんだと。知ってんならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。なんだと。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったらコミジュルに来い。俺はそこで待ってる。コミジュル。今コミジュルでは孫悲がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧のめどは立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。うん、何か。いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり安純義とは
永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。いいえ、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ないもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら。ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと。そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです。さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか。相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。でも言ったところで無駄でしたか。あの野郎、都知事への敬意が足りてないとちゃいますか。面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでか。あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。
ところで異人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。はあ、それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？異人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえども、ことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。